おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は八重咲きの姫甘草の苗が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。甘草のお写真なんですけども、八重咲きの姫甘草のお写真が見つかりませんでしたので、普通の姫甘草のお写真を載せさせていただきました。八重咲きの姫甘草のご説明ですが、先に姫甘草の動画をお届けしましたので内容はかなり重なります。すでにご覧いただいた方は定植動画までお進みください。初めての方はこのままご覧ください。八重咲きの姫甘草はユリ科忘れ草属の多年草になります。別名前庭科、ヘメロカリス、デイリリーとも呼ばれています。原産地は本州中部以北の亜高山や山地、草原、傾斜地に生息しています。仲間には日光キツゲ、飛島甘草、エゾ前庭科などがあります。草丈は30センチから40センチと、忘れ草の中では小型で可愛い大きさになります。お花はオレンジに近い黄色で1日間になり、午前中が特に綺麗なお花になります。丈夫で育てやすく、初心者の方でも簡単に栽培が可能となります。今回も実際にプランターに定植しながら、6つのコツについてお話しさせていただきます。1つ目のコツ、栽培方法です。1年を通して日光の当たる風通しのいいところで育てるようにしてください。日照不足になりますと、花芽がつきにくくなりますので、ご注意ください。2つ目のコツ、用土です。肥沃な用土を好みます。腐葉土などを入れるようにしてください。市販の培養土でも十分になります。3つ目のコツ、水やりです。年間を通じて土の表面が乾いたら与えるようにしてください。冬も地上部が枯れますが、忘れないようにしてください。4つ目のコツ、肥料です。3月から4月、8月から10月に緩効性肥料、化成肥料、固形肥料などを置き肥にするようにしてください。5つ目のコツ、植え付け方です。定植時期は春は3月、秋は10月から11月になります。株分けを兼ねて定植するようにしてください。毎年行う必要はなく、株が大きくなり、根詰まりを起こしている時に行うようにしてください。6つ目のコツ、害虫です。アブラムシがつきやすいので見つけましたら殺虫剤を施すようにしてください。こちらが八重咲きの姫甘草になります。苗はまだ小さいですね。甘草の特徴としてこのように小さな根茎ですがついています。それでは定植していきます。それでは今回用意するものについてお話しさせていただきます。まずプランターになります。菊鉢の9号を使っていきます。幅が30センチ、深さが30センチあります。中にスリットが入っていて排水性はいいです。次に用土です。市販の元肥入りの培養土と畑の土を1対1で混ぜながら使っていきたいと思います。そしてこちらが八重咲きの姫甘草の苗になります。株が小さく一芽ですので 2,3 年はこのまま植えたままでも大丈夫かと思います。そして何が終わっているのか分かるように名札を作りました。それでは定植していきたいと思います。それでは用土をブレンドしていきます。まず畑の土をふるいにかけて石灰を入れてあります。市販の培養土、元肥が入ってますので肥料はこのままとします。それでは混ぜていきます。はい、それではプランターに培養土を入れていきます。3分の2ほど入れます。はい、これぐらいでしょうか。それでは、こちらの姫甘草を仮置きしていきます。はい、このような苗ですね。成長点がこちらになります。こちらが地面の中に埋まるようにしてください。見えるかな。
このような仮置きになります。それでは培養土を足していきます。定植自体もとても簡単に植え付けることができます。株分けも3月と秋口10月頃に株分けをし、大きくなりましたらそれぞれ定植しても大丈夫だと思います。開花は初夏から夏になります。それでは完成していきます。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。冬にかけて地上部は枯れますが、地下茎は生きてますので、土の表面が乾いたら灌水を忘れないようにしてください。以上で八重咲き姫甘草のプランターへの定植が完成いたしました。今回も6つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、栽培方法です。1年を通じて日光のよく当たる風通しのいいところで育てるようにしてください。日照不足になりますと花芽がつきにくくなります。2つ目のコツ、用土です。肥沃な土壌を好みます。腐葉土などを入れるようにしてください。市販の培養土でも十分育てることができます。3つ目のコツ、水やりです。年間を通じて土の表面が乾いたら与えるようにしてください。冬も地上部が枯れますが忘れないようにしてください。4つ目のコツ、肥料です。3月から4月、8月から10月に緩効性肥料、化成肥料、固形肥料をお気に入りにするようにしてください。5つ目のコツ、植え付け方です。定植時期は春は3月、秋は10月から11月になります。株分けを兼ねて定植するようにしてください。毎年行う必要はなく、株が大きくなり根詰まりを起こしている時に行うようにしてください。6つ目のコツ、害虫です。アブラムシがつきやすいので、見つけましたら殺虫剤などを施すようにしてください。今回は忘れ草の中でも小さい姫甘草という種類をお届けしました。その中でも八重は大変珍しいお花になります。実際に写真を探してもなかなか探すことができませんでした。来年か再来年にはお花が見ることができると思います。また成長記録もお届けできたらと思います。今回は八重咲きの姫甘草プランターへの定植についてお話しさせていただきました。チャンネル登録、そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。